カフラワーチャンネルおはようございますご視聴ありがとうございます今日はあクリスマスですこんなクリスマスのブローチをつけておりますでも私は今日もお正月花ですこの葉ボタンですねこういう葉ボタンを使いまして今日お正月花を超簡単フラワーアレンジメントいたしますのでご覧ください。 水性スポンジはお水につける時が重要ですね上に空気が抜けるようにつけましょう意外とこれを知らない方がいますね半分使用いたしますあのちょうど正,正四角形なのでこのボウルに使いやすいですね雑貨お正月だからといってちょっとあのいいねあの器を探そうと思っても大変ですから。 あの今時マンションで暮らしたりそれから断捨離も流行っておりますねそういう器がないときはサラダボールそういうものでも構いませんよ今日は大きな直径28センチ深さ15センチのサラダボールがありますもうねまゆみ先生ところもめったにこんなの使わないんですよキッチンにこういうお花をアレンジした方がお正月の雰囲気が出るんじゃないかなと思いましたので今日は リーズナブルカーネーション6本を使ってまあカーネーションですからまあ地方によって150円から200円値段が違うと思いますが1,000円ちょっとでできると思いますあと水引きをねあのご用意していただいてあの幸いにも私の庭にはアイビーとかがありますのでもしなければあユーカリ ゆまあ、ユーカリとかそれからヒバですねあの黄金ヒバなどをご購入いただいてそれであのオアシスですね吸水性スポンジのベースカバーをしていただきましょうかそしてこれで、ね、ちょっと15センチで深いんですねもし皆さんの器が浅ければこれはいらないんですが かなり深いので私はこの十文字にあのユーカリの枝を組みましてその上にオアシスを置こうとしておりますまあ不安定な怖いことをしてますねギュッと押し付けてまああの飾ってしまえばね誰も触らないのであのこれで大丈夫だと思いますそうするとあの器まあ擦り切れというかちょっと器からはもちろん沈んでるんですけれどもあのちょっと揚げ底をいたしましたオアシスを置いてもいいんですけれども 透明なボールですのでなるべくその,あの余計なものが見えないように枝とかねユーカリの葉っぱが見える分にはいいんですけれどもあの白いスタイルホームとかね本当したとにううあのこのようにしておりますもしねビー玉とかねそういう装飾的なものがあればそういうものを入れてもいいですよ。 まあなかなかねそういうビー玉なんて簡単にないですよねまあユーカリの枝とかあの何かね切れっ端だったらあの用意ができると思いますのでこのようにいたしましたこれでね3センチぐらい上げ底しておりますそしてあのカーネーションは5本ですのでもう本当にあの茎は5センチぐらいに切ってくださいね。 あの変にね長くするとまたそのベースをカバーするのに大変なことになりますからね真ん中に入れておりますそしてあと五角形にカーネーションを配しておりますねそしてハボタンはこれは苗ですこれはまあ300円から400円ぐらいいたしましたかそれをね全部切っちゃいますあの寄せ植えなどしないんですねでそうするとねオアシスに刺すのにね 大変ですよねだからまを刺しておりますもちろんハボタンの茎の切り口はオアシスに使ってないとあの水分が上がらないわけで保てないですよね枯れてしまいますのでつまようじから水が上がるわけじゃないのでね勘違いしないようにしてください。あのオアシスにはちょっと5ミリでも あの押し付けるようにしていただくとまあボタンなんかは長持ちいたしますそしてカーネーションもスタンダードのカーネーションも非常に強いですですから今などキッチンなど暖房ガンガン入れてますよねそこのところでね長持ちいたします。そして あの主婦はね3日も4日もねお料理ね作ったり洗ったり片付けたりねもう朝昼夜朝昼夜ご飯作らないといけないのでもうお水をやったり変えたりねお,のお花のお手入れどころじゃございませんわねですからもう長持ちそしてリーズナブル何と言ってもリーズナブルそしておしゃれこういうねボウルに入れるのおしゃれですよね逆にねおしゃれです。まあ、例えば10箱 おせちとかもうもりもりに2段3段ってしないでしょで、重箱などにねこういうカーネーションとかそういうものをねアレンジしてテーブルの上に置いておくのもあのおしゃれな感じがいたしますね。ただしねまあハボタンとかちょっと水引きとか手作りのセンスを足すことをお勧めいたします。あまりにも、ね、リーズナブルすぎてね あの普段着だとちょっとねあれですからあのハボタンを入れております。そしてあの爪楊枝を今刺しておりますね。まあ、竹串にしようかなと思ったんですけれどもこのハボタンがねちょっとキャシャな感じなので爪楊枝ぐらいがちょうどいいです。もちろんワイヤーがねある方は20番のワイヤーでも構いません。だけど皆さんのお家にねワイヤーがあるかなと思ったのでそうだじゃあ爪楊枝にしようと思ったわけです。 そしてこれをね、短く切ってオアシスにあの刺します。これが6個ぐらいありましたね。ですから間間に、カーネーションの間間に、ちっちゃいものはちょっとグルーピングして2個使いました。いかがでしょうか。 あの何かねやっぱり松とかねそういうまあ難点とか入れようと思ったら大変ですからもちろんここに難点を足したりそれから梅を足したりするのもいいんですよ私のねあのアトリエにも実はあるんですがもう今夜の白バカマと言いましょうか。 これは生徒様のためにね。梅とかねなんていうのは置いとかないといけないんですよね。まあ、残れば使えるんですけれども、もまあ、残るのを待ってますかね。予備にね。ちゃんと置いとかないと、あの生徒様のお花があのちょっとね。貧弱になったらいけないので、あのたくさん用意はしてるんですけれども、あのこの25日のこの時点では使えないということなんですよ。ただね、こういうボールに入れてみませんか？という提案ですね。 お花はね。いくらでも豪華にしてください。あの、難点を足したり、あのいろんなものを足していただいてもいいですよ。でもね、意外とね。こういうあのポピュラーなお花の方が丈夫なんですよ。そしていい雰囲気なんですね。いかがでしょうか？そして、周りにアイビーとユーカリを交互に。 あのいつも言ってるように上真上から見て三角形ですねアイビーユーカリアイビーユーカリアイビーユーカリと六角形に入るわけですねまあそれもね堅苦しく考えなくていいですよあのまあアイビーばっかりだとちょっとであの空間がありすぎてあのガシャガシャするというかクシャクシャするのでアイビーを入れております。ももちろんんレモンリーフをを買買っったたりそれれからゲイラックスててて入れていただいても構いいだ構ません私は幸いに庭が あのアイビーがねたくさんありますので、それを採取してきて使っております。そして、まあクリスマスの残りのね。黄金、ひばとかがあればそれも使っていただいて結構です。今、あのこのボールがね。横から見たらす透けて見えますので、あのベースがね。透けて吸収性スポンジが見えますので、アイビーとかユーカリの葉っぱをね。詰め込んでるわけですね。これ、水にね。使ってもいいいい感じですので、このようにしております。 いかがでしょうか意外とねおしゃれでしょこのハボタンもね白いあのベージュというか緑色のと紫があったんですけれどもあのまあ赤いカーネーションにはちょっと紫がいいかなと思って入れておりますあの結構ねわっとこの寄せ植えのコーナーにねあの4500円で売ってますよね これを利用するてするしない手はないんですよ。皆さん、あの何もね。花屋さんに行って高いお花を買うばかりがね。お正月のあのあしらいじゃないんですね。あの心を込めてね。お花をね。アレンジすれば、あのしっかりとお正月の雰囲気は伝わりますね。家族の方にね。いかがでしょうか。もう本当にね、えー、今からどん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 。お正月花は高くなります。特に南天とか松はね。 高くなりますよですからね何も、まあ、お安い花が悪いわけじゃありませんのでこういうふうにめでたいあの紅白というかねカーネーションも白いカーネーションととかピンク赤いろいろありますよねそういうあのスタンダードのねポピュラーなお花でお正月をあの演出してはいかがでしょうか。一つの提案ででございますすととっってても簡単ですねとにかく短く短切って 表面をあの平ら、まっ平らにするようするして入れるだけですね。で、あゆみちゃんのこのね、センスがすごくいい仕事しております。あゆみちゃんのセンスもあの概要欄にあの貼り付けてありますので、そこからあのご覧になってください。あの面倒くさい方はね、あの病符折りっていうんですか、あの病符のように折ってあのまっままます。うん キングテープとかでね止めればいいわけですよね。あの作る気になれば簡単にできますし、まあ、センスがなくてもいいですね。でもあの私のところはあのたくさんおかげさまでありますので使わせていただきました。もちろんここにね何点とかお目もね。 もも入れれたかったんですけれどもね、まあ、まだね28日までね生徒様のレッスンがありますのでそれはちょっと控えておこうと思います。残ったら入れるつもりでございます。